西武高原バス株式会社は、かつて存在した西武グループのバス会社。長野県軽井沢地区及び、群馬県草津地区の乗り合いバス事業を手掛け、軽井沢町内循環バスや、観光循環バスなども運行していた。2017年4月1日に、西武観光バスに九州合併され、西武観光バス軽井沢営業所となった。箱根土地による、軽井沢、 草津地区の観光開発のために設置された直径のバス会社がルーツである。この点において西武バス本体とは歴史的な成り立ちが異なる。営業所は一箇所のみであった。会社合併後は西武観光バス軽井沢営業所としてそのまま引き継がれている。諸葛路線は会社合併時に西武観光バス軽井沢営業所の路線として引き継がれた。 浅間白根火山線浅間白根火山線、軽井沢駅急行便南軽井沢線、軽井沢町内循環バス原則的に循環運転。中部小学校を経由しない便が、軽井沢町内循環バスで、南軽井沢線は、区間運転もある。軽井沢町内循環バスは、軽井沢町から運行を受託して2004年から、試験運行が開始された。 試験運行は期限付きとされたが、2008年7月現在も運行中。車両は小型車の日の DSC が使用され、西武バスからの移籍車が充当される。西区線2009年3月31日をもって運行停止。軽井沢町の美術館や資料館を巡る路線で、このために西武バス本体から車両を借り入れて運行されることが多い。 観光循環バス塩沢湖線、西武高原バスの高速バス線、曲線長野県東新地方と東京都の池袋、新宿を結ぶ4系統の中高高速バスを、同県佐久市の千曲馬バスと共同運行する。これらの路線は当初西武バスが運行していたものが遺憾された。立川線、曲線長野県小諸市、上田市と東京都の立川市を結ぶ二系統の中高高速バスも、 同様に選挙区バスと共同運行していたが、後に、西武高原バスが撤退し、選挙区バスの単独運行となったが、撤退後も予約、発見業務の支援を行う。軽井沢、草津線2017年3月16日より、運行開始。京王バス東、東急トランセ、上田バスとの共同運行。西武高原バスは、渋谷駅軽井沢駅の便を担当。 横浜軽井沢線京浜急行バスと共同運行。西部観光バスへの合併後、2019年1月14日の運行をもって廃止。京浜急行バスでは路線休止、西部観光バスでは路線廃止という扱いにしている。高速バス用の車両を含め、西部バスの経年者が移籍してきたものがほとんどである。車両メーカーは、ほとんどが日産ディーゼル製である。 西武バスでは、本体の車内での転属や、西武高原バス、西武観光バスに移籍した際にも、車番が変わらないため、車両の移籍元の所属などが容易に推測できる。しかし都市部で、一般的な路線タイプの車両は、小型車など一部にとどまる。用途外車両と呼ばれる、ハイグレード車両が多く、車両の最前部から、最後部まで、二人掛け座席が並んでいる。 その他に観光バスタイプの車両も導入されており、路線タイプと混合で使用されている。浅間白根火山線には観光バスタイプが多く、運用されていたが、2015年頃から、一般路線タイプの車両も運用に入ることが増えて、きた。山間部の道路が多く、地形に起伏があること、陶器の積雪などにより、ノンステップバスは導入しなかったが、2016年に、 西武バスから転入してきた車両は、ワンステップバスで、車高を重上げする改造を行った上で運用についている。車両の塗装は、一部の車両を除き、ライオンズカラーで統一されていたが、2015年に転入した車両からは、ササカラーの乗り合い車両が増えてきた。軽井沢町内循環バス、塩沢湖線に使用される車両は、それ以前から、ササカラーの一般路線車であった。 ありがとうございます。